今日東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は22人でした。感染が確認されたのは10歳未満から90代までの22人で、前の週の金曜日から3人減りました。65歳以上の高齢者は3人でした。直近7日間の1日当たりの平均は25人で、前の週と比べて129.4%となっています。 重症の患者は前の日から1人減って8人となりました。今日、東京都では死亡の報告はありませんでした。